がとうございます。みほさん、今日新年一発目のリンゴルフに、はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。前回年末ゴルフに来ていただいて、はい、視聴者からのみほさんのラウンドが見たいと早くもです。あれ調子良かっただけですけどね。本当に。もう動画回ってて初めてなのに。勝ちまくるっていう、普通に何をやってもパーを取るっていうちょっと勝っちゃいましたね、あの時は。驚異的な、すみません、みほさんでございます、はい、前回も紹介したんですが、軽くプロフィールを言いますと、りさちゃんの後輩。そうですね、学校は一緒ではないんですけど、ね、ゴルフとして後輩なのかな。試合会場で結構こうあったりはしてたので、はい、ベストがなんと62。はい、合ってますよね。合ってます。で、ハーフベースがなんと28位、はい、合ってますよね。合ってます。で、あとドラコンに出てる、まあ、ちょっとよくわかんない経歴の感じですかね。で、まあみほさんね、前回クラブセッティング紹介できなかったんで、はい、今日はクラブセッティングから紹介していきたいと思います。お願いします。ドライバーはじゃじゃん。とこのヘッドが JBeam です。JBeam。はい。初めてかも。なんていうんですかね、地クラブみたいな感じで工房に直接行って作ってもらうみたいな感じです。でシャフトがクレイジーのロイデコ。長くないですか？46インチなのかな。そうでもない。ちなみにドラコンの時もこのヘッドとこのシャフトのもっと長いバージョン 47.5 インチを使ってました。飛び仕様です。飛び仕様。で次がウッドが2本ですか？ 3 と 5？ はい、35でユーティリティが3本。ウッドは何使ってるんですか？ウッドはもうあとは全部ロマロなんですけど、ね、歴は長いんですか？ロマロ歴もう3年ぐらいはずっとロマロですかね。パッと見なんかスタンダードな、なんか特にこういう感じもなく、あ、一応なんかそのロマロの中でもちょっとアスリート仕様というか、もうちょっと簡単なやつもあるんですけど、基本メンズというか、そんなシャフト使ってるね。古い PT です。うん、だってもうないもん、字とか。なくなっちゃった。字とか全部なくなっちゃった。ここに G 入ってるんですけど。使用年季長いですね、これは。はい。ユーティリティもロマロ。ユーティリティもロマロ。ユーティリティは何本ですか？ユーティリティは20、21、24、27度。27度。はい。もうだって全部こう見て。ちょっと恥ずかしい。年季が恥ずかしい。擦れてる。塗装ありましたよね、多分。多分黒かったんでしょうね。すごい綺麗な傷の入り方して。これシールなのかな？いや違います。これアッタスですね。あ、なんか結構シャフト違うんですよね、全部。ユーティリティからはアイアンまで全部アッタスで揃えてます。アイアン寄りだもんね、ユーティリティはね。はい。でアイアンは？アイアンのヘッドがロマロで。お、ロマロ。これもカーボン？これもカーボンです。あったっす。みほさん、私スチールズ打ってんだと思ってた。これの色合いが多分スチールっぽいからそう見ますね。でももう全然カーボン。ずっとカーボン。一時 NS とかも使ってたんですけど、やっぱカーボンの方が楽なんで、カーボン使ってます。カーボンおすすめです。はい、6から P まで。P までです。でウェッジが2本。ウェッジ2本。これもロマロです。ウェッジでなんで2本なんですか？飛ぶからかな。でも飛ぶからこそ下に結構揺れてる人は多いですけどね。あんまり結構離れてるし、50と50って結構あんまない。この間絶対入れますよね、普通。入れません。入れない。54とか入れない。6とかも入れない。はい、入れません。あとは何でしたっけ？私イエスのパターンずっと大体ピン型を使ってますね。イエスパター、古い。大きいのはなんか違ったんですか、やっぱ。一時使ったこともあるんですけど、やっぱピン型の方が合う。パターうまいですもんね。いやいや、そんなことはない。以上、はい、みほさんクラブセッティングでした。ではラウンドを開始したいと思います。お願いします。お願いします。私からでお願いします。今日も100ヤード置いてかれる予想。あれ本当凍ってたから。いやマジ。よろしくお願いします。大将。70代で回ってきますよ。アンダーっちゃアンダーだね。60代はでもない。冬の60代はうますぎますね。大将。あ、まっすぐ飛んだぞ。初打ち。初打ちです。初打ちまっすぐいいことあるかもしれない。凍ってないと思います。凍ってないですかね。凍ってないなら。じゃあとりあえず7番で。バンカーかな。はい。今から持ち玉はドローだね。アイアンも全部。アイアンはそこまでない。ドローしない。ドライバーはずっとドローボール。基本ドローですね。なんかちょっとこう逆にこうフェードというかが出たらちょっとミスショットというか。こっちでいい。範囲内にあればいいんですけど全然。まあ、めっちゃクラブ開きますね。そうですね。状況によってちょっとは違いますけど。おお。心さんめっちゃ打つの早いわ。打つの早い。いいことですけどね。ちょっとグリーン思ったより早かった。あれ富士山？え、あんなに大きく見えるのかな。え、違うよね。え、でもあんな日本でああいう山って富士山しかなくて。え、ブリストルヒルから富士山見えるの？知らなかった。あ、早いわめっちゃ。みおさん今日はブリストルヒルに来てます。はい、言うの忘れてた。トリッキーなとこですね。難しい。トリッキーなとこ。はい。正月ボケしてた。はい。で、私久々に来たんですけど、はい、こんなのがついてるんですね今。私もびっくりしました。コースガイド。なんかやっぱ難しいからかな、もしかして。いや、そうだと思いますね。ティーグラウンドからじゃ全然コースがわからないっていうのが多いんで。うん。ぜひ皆さんブリストルヒル難しいんですが、はい、チャレンジしに来てみてください。戦略性は。とてもあります。みおさんは、はい、なんでドラコンに挑戦することになったんですかね。実は今回っていうか去年出たのが初めてじゃなくて、4年前ぐらいに1回出てるんですよ。誘われて。でその時に確か4位で280何ヤードとかちょっともう忘れちゃったんですけど、ぐらいだったんですね。あ、300ヤード行かなかったなと思って300ヤード行かせたいなと思って今回出場したのがきっかけですかね。そのためになんかやったこととかあるんですか。普通のドライバーよりも短いな、多分7番アイアンぐらいの長さでかなり重いクラブがあるんですね。ヘッドはドライバーのヘッドで、それをもう結構練習場とかでもコースとかに登って7番アイアンでめちゃくちゃ重いドライバー、はい、振ると飛距離アップするんですか。それをしっかり振った後にこのいつもので振るとやっぱこっちが軽いんでヘッドスピードが上がるんですよ。その分でそれはヘッドスピード上げる練習器具として打ってる、はい、ヘッドスピード上げるための練習器具として打ってるかは分かんないけど持ってたんだよそれを、よしこれ使おうみたいな、ヘッドスピード上がりそうみたいな感じで持ってたからこれだったらこれ上がりそうだなみたいな。ここは2オン狙って番組史上初の女子がレギュラーティーから2オンしてくる。ナ最初ボール落ちたけど完璧。これ狙えるんじゃないですか。あ、狙えますね。すごい短いんですよ。狙えますね、みおさん今の完璧。そうですね。意外に顎が高い。ああ、打った。打ったよ。おお、いいキック。お、右に行った。なんか振ってるのがすごい。あ、上行くんですか。ここはもうバンカーで行こうかなと思いますね。ちょっと残り距離次第ですけど、176ピン狙いで2オンいきますよ。うわー、ナイスショー。乗りました。ナイス。なんかピン狙いとか言ってちょっと逃げた感じありますねバンカー。いやでも完璧じゃないですか。とりあえず乗ったんで、うん、イーグルパット頑張ろう。すごい気になったんですけど、はい、こっちに上がるよね。あ、最初にグッと使ってるからかもしれないです。結構こうアーリー効果っていうか、すっごい縦に上がる。もうグンってこっちがグンってくるそうですね、すっごいこっちだもん。すっごいこっち。ボール高いし。取って使ってる分だと思います。ボール高いな。おお。あ、うまい。いや、ナイスです。入れたいけど、なかなかのライン。なかなかのライン、本当に。下ってんのか、登ってんのかみたいな。下って登って下り、カップ過ぎたらちょっと速そう。いや、そうですね。おお、そっち。ナイスオッケー、ナイス可愛い。ありがとうございます。おお、届かない。おお、ナイス。置いた。パッと。ありがとうございます。え、みおさん泣いたことある？あります。私すごい、まあ、今も引き続きなんですけど、すごいチーピーしちゃうんです。はい、皆さんチャンネル登録と高評価の方、イベントでないな。やばい。皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしています。みほさんに聞きたいことあったらどんどんコメントに書いてもらえると嬉しいです。お願いします。では次回も楽しみにしててください。バイバーイ。